この番組が準備しちゃったのと沈むんだ。お届けする面白い情報番組準備なって。準備なおチャンネル仙台宮城を中心に活動している男女コンビ YouTuber 準備なおチャンネル金美社長ズボンです。よろしくお願いします。いやいやいや、皆さんすごいですね。先ほどもアイドルさんからもう、はい、ワン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 もエネルギーもらっちゃって、はい、もらいました。皆さん元気ですか？元気です。あら、なんかちょっと足りないじゃないですか。ね、皆さんもう一回元気ですか？元気です。いいですね、上手ですね。ちなみにここにいらっしゃる方で僕たちを知ってるっていう方いたら手を挙げてください。あれ、そんなにいるの？そんなにいるの？そこもそんなにいるの？そう、すごい、ありがとうございます。どちらからおいでに、その辺から岩沼から岩沼から、ありがとうございます。岩沼からありがとうございます。いや、すごいですよ。ご迷惑じゃなかったら、僕たち知ってる方どちらからいらっしゃいましたか？OK です、OK です。はい、そんな感じで、ちなみに僕たちを知らない人を手を挙げてください。あれ、意外と、あれ、はい、そんな感じなんですけど、はい、じゃあ僕たちどんなこと普段やってるかというとですね、普段は、まあ、宮城県とか仙台市内の結構こういいスポットを紹介させてもらったりとか、まあ、コンビニスイーツとかその感じの紹介もしてるんですけど、結構体をもともと張る系の、動画を撮って結構やってたんですよ、はい、でその中で一番分かりやすいやつは何ですかね、ちずもんさん。やっぱね、我々ってあれしかねえと。何？風船です。風船って言ってピンとくる方いらっしゃいます？はい、あ、さすが、さすが、ありがとうございます。あれ、僕たちの動画の中で、はい、まあ、こういうやつ使ってるんですけど、なんかね、これね、吉本興業系のなんかバーンってやるやつなんですけど、はい、ちなみにどんな威力かっていう感じで、ちょっと注目さんやってみてください。そのままでいい？違うよ、はい、ライブって怖いですね。そうですね、ライブって。これ本当はパンって言ってたんですけど、はい、ライブ怖いですね。ライブ怖いですね。そういうハプニングもあるぞ。まあ、それを、我々、はい、このボディの中に入れてバーンとかってやるのやってるんですよ。はい、さあ、ちょっと今日その辺を見てもらいたいと思うんですけど、皆さん準備いいですか？イエーイ、いいですね。盛り上がっていきましょう。はい、そんな感じで、はい、やってみましょうか、はい、すいません、なんか BGM 違ってしまっていいですか？さあやってみましょうか。ではやってみようっていつも、はい、僕たちいつも掛け声みたいなのがあるんですけど、はい、皆さん僕やってみようって言ったら行ってみようって言ってくださいね。はい、でもじゃあ大丈夫、はい、じゃあいきますよ、せーの、いきますよ、いきますよ、やってみよう、行ってみよう。ナイス、ありがとうございます。さあやってみよう。よ、はい、そういう感じなんですが、まずね、こいつを使って、はい、ちょっと風船出してもらっていいですか？出します。これマイクは。あ、僕がじゃあお預かりします。はい。いや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 。今日はちょうどね、天気も良くて、もう本当に最高の風船日和ですよ。笑ってるね。最高の風船日和ですよ、もう。風船日和なんて聞いたことないですよね。風船をこうバーってね、こう上げるんじゃなくて風船バーンってやる感じですからね。あ、どこ行ったの？あれ？どこ行ったの？ガムテープを忘れてきた。そう、これね、ガムテープを忘れるとさっき見たことになるんですよ。なんでね、皆さんちょっとね、はい、でね、僕タイム管理してないんで大丈夫かな？大丈夫ですか？大丈夫ですかね、急いでやりましょう。やりましょうと、はい。これいつも大体僕たち動画の方でもやってるんですけど、普段の動画のとこではこういうとこあんまり見せてないんですけど、いつもちずもんさんがこうやって、あ、ちずもん、相方ちずもんさんがこれね、風船をこうやってガムテープで閉じたりしてるって感じでやってるんですよね。はい、そんな感じなんですが、ぜひ皆さん準備ナウチャンネル、準備ひらがななうカタカナで、ぜひチャンネル登録、もしくは YouTube 見てくれて嬉しいんですけども、こういうことやってます。はい、だいぶ緊張してるぞ。緊張してるぞ。あ、始まったよ。
あ、オッケーオッケー。なんとワイルドな。こんにちは。ね、ちょっと待ってくださいね。さあ、あのね、ここであんまりね、時間取りすぎるとね、みんなどんどんほら、聞いていくから、どんどん。で、あの、今動画撮ってくださってる方なんて、ね、尺どんどんなるから、早くしろよと思ってるから。早くしろと。ね、ここでほら、ここで、ね、ほら、早くしないと。あの、結構ね、生真面目なんで、そこいいよっていうとこ、結構真面目にやるんで。真面目です。はい、どんどんみんな聞いていってるから。ね。さあ、できました。じゃあ、これからをですね、これをどうするか。これただそんななんで面白くないじゃないですか。中に入れるしかない。そうそう、服の中に入れろとかいうリクエストあったりするんで、はい、上脱いじゃいましょう。脱いじゃいましょうか。はい。え、全身タイツ。あ、まあそうですね。え、大丈夫。脱いでいくぞ。脱いでいく。脱いでいくぞ。脱いでいくぞ。任せるぞ。任せる。脱いでいくぞ。イエーイ。よし、じゃあ行くぞ。あれ、かぶっていいんでしょうね、全身タイツ。そうですね、ちょっとポーズしておきます。でねーでねー。はい、あーすごい。あの、紹介してもいいんですかね、後で。 OK です、OK です。ちょっとね、これをどうやるかっていうと、まず、はい、あの、まずね、はい、このさっきのこの風船を、はい、この中入れるんですよ。入れます、ここに入れるんですよ、はい、入れて。私からやるの。なんか打ち合わせと違くない。ちょ、前出て、前、もうちょっと皆さん見ていただくのがね。打ち合わせと違うなんていつものことじゃない。だいたいほら、打ち合わせと違うことをやって、千鶴さん、っていうのを見たじゃないですか。ね、それで、で、これ、まあ、膨らませていくんですけど、まあ、ただこのままだと面白くないんで、ちょっと今日用意しました。はい。お待ちください。はい。皆さんよく、まあ、YouTube とかでよくこういうの見ません？こういうの見ません？こういうの。これなんか、我々絶対コーラだろう、ね。これは早飲みする的なやつ見ません？見ますよね。なんでこれ、まあ、ただ普通に早飲みしても、そのね、そんな動画的にも何も面白くないんで、まあ、で、ライブ的にも何も面白くないじゃないですか。なので、これ、風船を膨らませてる間にこれ飲みきれるかっていうのやってみたいと思います。はい。はい、しかも今日初めてやります。ライブでは初めてやります。はい。あの、家でも練習してないです。ないです。やってみよう。幸せもしてないです。でもね、あの、行き当たりばったりチャンネルだと思わないでくださいね。一応ちゃんとやってますからね。じゃあ、皆さん、ちょっと掛け声いただいてもいいですか。いいですか。じゃあ、あの、僕が3って言ったら一緒に、なんだ、行きますよ、3、2、1、ゴーって言ってくださいね。いいですか、皆さん。いいですか、いいですか。行きますよ、行きますよ。よし、3、2、1、ゴー。あ、あれおかしいですね。おかしいじゃないの、これ。おかしいじゃないの。もう多分定員オーバーなんでしょうね。これじゃあ僕もやってみる。やってみるか。うん。まあおかしいんじゃないこれ。思ったより早いぞ。ねえ。こんなんじゃみんな納得してくれないんじゃないですか。多分ね、もうあのご満足いただけていないと。ね、絶対的にね。そうだね。どうなんですか。え、てか誰？誰でしょう。皆さんどうでしょうか、本当にね。こんなの見たことあるっていう人、あの、挙手お願いしたいんですけど。いるわけないよね。いないよね。あ、そちらのなんかご家族の方いらっしゃったりします？見たことあったりします？あ、ないですよね、ないですよね、ありがとうございます。ですよね。びっくりびっくり。ちょっとお待ちください、多少時間かかるんで。ちなみにあのタイム管理を僕は自分でしなきゃいけないっていうね。これ何分まででしたっけ。ヒデさん急に言わせると了解です。はい、さあ汗かきすぎでしょ。ちょっと待って、じゃあ僕やるんで。はい、いやもうね、かなりさ汗かきそうです。
私たちは汗っかきです。もうね、ダラダラのよくね動画で見るね滝の汗を皆さん生で見ることができると思います。はい、そう入れますね。それでこれで、はい、おいいいきますよ。はい、ちなみに、はい、何でしょうか。まあ、ちなみに先ほどのチズモンさんが飲みきれなかった敗因っていうのはちょっと僕分かりました。なぜならばみんなで掛け声をかけてもらってゴーって言った後ここプシュッと開けましたよね。ああ、なるほどね。それがあの時間オーバーってことか。そう、はい、僕最初から開けときます。開けときます。そういう作戦ですね。飲めなかったごめんなさい。さあ、ちょっと待って、はい、これちなみにさ、皆さん知ってます？なんでもないです。なんでもないです。失礼しました。なんでもないです。じゃあ行きますか。はい、じゃあ皆さんちょっと掛け声を。はい、良いは良いでしょうか。行きますよ。ここに降りた方がいい。え、どっちでもいい。でそれだとこう届かなくなるんじゃないの。大丈夫。OK です。ダラダラ垂れた。よし、やるぞ。じゃあ行きます。行くぞ。はい、準備はいいでしょうか。はい、いきます。あれ寂しいな、みんな寂しいな。準備はいいでしょうか。イエーイ、大丈夫、まだ準備できてないじゃん。準備はできてないでしょうね。じゃあいきますよ。3、2、1、GO。 あれ、どうやって押すんだっけこれ。どうでしょうか。え、大丈夫。大丈夫じゃないでしょ。なんかこの機材関係怒られる。だから あんまり前出ないでほしいと思ったのに。大丈夫です。後で請求書は。ああ、わかりました。請求書来ます。でもすごい、もうちょっとだったね。悔しい悔しい。でもね、やっぱ我々の本気はまだじゃないですか。いや、だからもう一回ってリクエストもらったんですけど、はい、まあちょっと今日ね、日本しか用意してなかった。コーラ2本しか用意してなかったんで。自販機コーラ。私はそうなんですけど、あのね、せっかくなんで皆さん、はい、これだけじゃ終われない。これだけで終わったら準備なうの長すぎるという感じなんで、はい、皆さん、ちなみに巨大風船って知ってます？巨大風船知ってる人います？いきますよ、口開けてみよう。